13世紀から15世紀初頭のマリ帝国と、サハラ交易路タウデニは、マリ共和国北部、タウデニ州のコミューン。岩塩の交渉があり、昔ながらの方法で今も採掘が行われ、ラクダによる対象によって運ばれている。塩のキャラバンは、アザライと呼ばれる。タウデニの塩は、セキリや、梅毒などの病気に効くという言い伝えもある。タウデニ地方は、盆地となっており、 古代の塩湖の固定に分厚い岩塩の交渉が広がっている。塩湖は第四期に干上がったという説もある。塩は中世からサハラ貿易の重要な商品となってきた。かつては少し北の手ーザの岩塩の塩湖が知られていたが17世紀に枯渇し、代わってタウデニでの採掘が始まった。20世紀に駐屯したフランス軍の報告では約200人の住民がおり、 100人の労働者、労働者の家族である80人の女性や、子供、主張や商人が20という内訳だった。1967年以降は採掘者の家族は、トンブクトに移住し、女性や子供がタウデニに行くことは禁止された。主な遠行は、中央航空と呼ばれ、航夫が鶴橋で岩塩を120センチメートル、60センチメートルの大きさに切り出す。 それを長蛇で削って、岩塩の部分を残して、バーと呼ばれる板状にする。バーは、ラクダの背に乗せ、対象が 750km 南のトンブクトゥまで運ぶ。採掘者には3つの階層があり、祖先が奴隷制時代の捕虜で召使いとして、働いている者、フリーと呼ばれる出稼ぎの甲府、岩塩を削るアラブや、ドゥアレグの職人がいる。甲府はさらに、 アコール寺と呼ばれる熟練者と、圧走ぶりと呼ばれる非熟練者に分けられる。タウデニは最も近い集落まで 500km 離れており、サハラ砂漠の中に孤立している。そのため、ムーサ・トラオレ独裁政権の時代は、政治犯収容所がタウデニに作られていた。タウデニに運ばれる、生活物資は通貨の代わりに、バーと交換される。 対象が塩を運搬するのは10月から3月の涼しい6ヶ月の間だけである。トンブクトとタウデニの間ではトラックや4輪駆動車が使われることもあるが、差質が柔らかく砂丘があるために自動車は適しておらず、ラクダが使い続けられている。ありがとうございます。